みなさんこんにちは。今日は私の初めての中国語の授業です。綺麗な窓だね。今日の授業楽しみ。今男の子が通った。クラスメートかな。请问你是来上中文课的吗？是。初日から知り合いができてよかった。南光大学中国語センターは1991年に設立。語学センターから地下鉄東門駅までも近く、交通がとても便利です。本校の透かし彫りのステンドグラスは大きな特徴の一つです。光の降り注ぐ明るい教室で良質な学習環境を提供し、のびのびと学習に励むことができます。南光大学語学センターは台湾政府教育部の波合文教育機構評価計画より英級をいただいております。2017年度新入生は全国2位を誇ります。本校では9名の専門教師のほかに34名の兼任講師、55名の予備講師と16名の准教授からなる教師陣がおります。9割以上の講師が教育部中国語指導能力証明書を取得、7割以上の修士課程を取得した正規講師、また海外留学経験を持つ講師も多く、本格的な指導教育を受けた教師陣です。専門的な授業以外に放課後に補習を行うなど、生徒の学習進度にしっかりと向き合い、生徒それぞれの中国語学習ニーズに寄り添います。南光大学台北校は淡水本校と連携した図書館が完備されています。中国語学習に役立つ資料や書籍を見つけることができるほか、授業前や放課後、授業の合間に最適な自習環境として利用することができます。語学以外にも南光大学中国語センターでは中華文化の体験も授業に含まれています。教室の外でも実践的で豊富な経験をしてもらうべく、祭日を利用し多くの文化体験を行っています。センターでは授業にテクノロジーを利用しており、教師は Google Classroom Cloud により授業制作を行っています。皆さんこんにちは。明日は最後の日です。これから先いつかまたみんなに会えるのかな。